寿都町周辺の9つの漁協の組合長会は、今朝片岡春雄町長と面会し、抗議文を提出しました。寿都町は核のごみの最終処分場を選ぶ国の調査への応募を検討していますが、風評被害が懸念されるとして反対を表明しました。核のごみ、これだけは北海道には持ち込んでほしくないということが、これは中漁協の小田地区船長会のですね、総意であったものですから。精神的な苦痛を与えたのは申し訳ないという気持ちをしてるんですが、原発を選んだ以上ですね、最終処分って日本のどこかでやらなきゃ。来月にも調査に応募するか結論を出すとしている寿都町に対し、鈴木知事は慎重な対応を求めています。